皆さんこんにちは、東京本舗です。突然ですが、株式会社経営者の皆さん、あなたの会社に最近こんな通知が届きませんでしたか？はい、あなたの会社重症患者です。何をいきなり失礼なと怒らないでください。最後まで見ていただければこれがどういう意味かわかると思います。それでは参りましょう。東京本舗。まず皆さんが知りたいのは、この通知が届いた理由でしょう。ズバリ、12年間会社の登記をしていなかったからなのです。確かに最近登記した覚えがないけど、何か問題でも？大問題ですよ。これについて解説する前に、前提としてご理解いただきたいことがあります。それは、株式会社の役員任期は原則2年、最長で10年だということです。そして役員の任期が終わったら、後任の役員を選任してそれを登記しなければなりません。つまり、通常は2年ごと、最低でも10年に一度は役員変更登記がされてないと法律的にはおかしいんです。おかしいんですよ。それなのに10年どころか12年も変更登記がない会社、これは事実上廃業している可能性があるため、法務局としてお尋ねをしているんです。あなたの会社まだ営業してますか？営業してるなら届け出てくださいね。あと、やるべき登記をサボってますので、ちゃんと申請してくださいね、ということです。この通知が届いた理由は以上です。ですが、ここで一部の社長さんからこんな声が聞こえてきそうです。俺はこの会社がなくなるか、自分が死ぬまで社長を続けるつもりだから、役員変更なんてありえない、だから登記をサボっていると言われるのは心外だ。はい、典型的な誤解です。解説していきます。先ほども説明した通り、株式会社の役員には必ず任期があります。この任期が満了したら、その役員は一旦退任します。退任してしまうんです。大事なことなのでもう一回言いますよ。任期が来たら退任してしまうんです。そんなことしたら会社を動かす役員がいなくなってしまうじゃないか。その通りです。だから後任の役員を選ぶんです。というか、選ばなきゃいけないんです。大事なことなのでもう一回言いますよ。後任の役員を選ばなきゃいけないんです。もちろん株主が総会で、来期以降も同じ役員でお願いしますと選任決議すれば、事実上株ぶれは変わりません。ですが、先ほど言ったように、あくまでも一旦今の役員が退任、後任の役員がたまたま同じ人で選任されたという扱いですので、登記申請をやらなきゃいけないんです。いけなかったんです。それなのにやらなかった。だからあなたの会社にはこの通知が来たんです。冒頭で私が言った重症患者というのはここなんです。株式会社を経営していながら、会社法や登記法のことを知らない、これ道路交通法を知らずに車を運転するようなものですよ。これを重症と言わずに何と言いますか。もう一つ疑問の声が聞こえてきそうです。さっき株式会社の役員は2年から10年と言っていたけど、うちの会社の場合は何年なの？答えを言います。それは定款に書いています。あなたの会社の定款を見てください。以上と言いたいところなんですが、経験上、この通知が来るような会社さんの相談を受けていると、半分以上の確率でこんな答えが返ってくるんですよ。定款って何？定款？そんなものうちの会社には最初からないよ。はい、ここなんですよ。私が冒頭に言った重症患者というのはここなんです。まず、定款がないと会社を設立すること自体ができませんので、定款がない会社というのはありえません。そしてこの定款は会社に常に備え置く義務があります。罰則もあります。なぜなら、定款というのは会社の基本ルール、国で言えば憲法にあたるものですから、それをなくすなんて大問題ですよ。憲法を知らない大統領がまともな政治ができますか？といろいろ解説してきましたが、皆さんが知りたいのは、で結局どうすればいいということだと思います。これについては答え一択ですね。急いで司法書士事務所に予約して駆け込んでください。
なんだ結局儲けたいだけじゃねえかと怒られるかもしれませんが、さっきも言ったように重症患者なんですよ、あなたの会社は。命に関わる可能性もあるのに、市販の薬や民間療法でなんとかなりますよっていう方が無責任だと私は思います。ちゃんと医者にかかってください。司法書士に相談した方がいい理由を具体的に言っていきます。1つ目、通知から2ヶ月以内、今年2020年で言えば12月15日までにまだ事業を廃止していない旨の届けを法務局に出さないと、法務局の職権で解散登記を入れられてしまう。このことをみなし解散と言いますけれども、つまりのんびりはできないからということですね。2つ目、まだ事業を廃止していない旨の届けを出しても終わりではなく、サボっていた役員変更登記を申請する義務は消えていません。現時点ですでに遅れているので、過料という行政罰が課せられること自体は避けられませんが、この過料は遅れれば遅れるほど高くなると言われていますので、司法書士が迅速に書類作成と申請をすれば、これ以上過料が高くなることを避けられる可能性が高いからです。3つ目、司法書士に依頼せずに登記する手段として法務局の登記手続き案内コーナーを利用することが考えられますが、対応してもらえる時間は20分しかありません。この通知が来たような会社の場合、先ほども言ったように定款をそもそもなくしているなど、登記手続き以前に法務の在り方自体に問題のあるケースがあって、20分でとても解決しないことが多いからです。誤解している人が多いんですけれども、法務局で登記の相談はできません。手続き案内コーナーというのはありますが、そこはどんな登記をやるべきなのか分かっている人が自己責任で手続きについてだけ聞くところなんです。つまりある程度会社法や登記について知識があることが前提の窓口なんです。大変失礼ながら、定款をなくしているレベルの社長さんだと窓口の人とは会話にすらならないと考えた方がいいでしょう。4つ目、忘れている登記は役員変更だけではない可能性もあります。例えば代表取締役個人の住所、これ実は登記しなければならないんですが、社長の皆さん、引っ越しをした時住民票を移すのは忘れないと思いますけれども、会社の登記まで変えようとか思いましたか？なかなかそこまで頭回る人いないんですよ。例えばこういうふうなことがあるからです。5つ目、司法書士事務所によっては次の役員任期満了が近づくとお知らせをしてくれるところもあります。特に任期が10年だと逆に忘れがちであるため、この管理を司法書士に外注した方が安心だからですね。でちなみに私の事務所も役員任期の満了が近くなったらお知らせをしています。このようにですね、司法書士に依頼することにはいろいろなメリットがあります。決してね、ポジショントークだけで言ってるわけではないということをご理解いただければと思います。最後になりますけれども、ちょっと厳しいことを言わせてください。登記決定は甘いです。登記決定というのは登記を2週間の期間内に申請しないことなんですけれども、会社法や登記についてなんて学校でも教えてくれないだろう、教えてくれない国が悪いんだと言いたくなるお気持ちはわかりますが、よく思い出してみてください。あなたは自分の意思で会社を作ったり会社経営者になったはずです。そうである以上、会社法や登記については自己責任で勉強するべきだと思います。まず当事者意識を持ってください。あなたの会社ですよ。とはいえ、社長の方にはいろいろな荷物、責任がかかっているのもわかります。売上、経理、人材育成、商品開発、社長がやってるのは登記だけではないというのも事実です。先ほど私は会社法や登記については自己責任で勉強するべきと言いましたが、もう一つ方法があります。それはこれを機会に司法書士とつながることです。会社法や登記についてわからないことがあれば司法書士に聞けばいいんですし、いつどのような登記をしたらいいのか、どんな書類が必要なのかも調べることはなくなるのです。お金で下ろせる肩の荷は下ろしましょう。人が一人でできることには限界があります。経営者であるあなたは、あなたにしかできないことに専念して、より良い会社を作っていくべきではないでしょうか。いかがでしたでしょうか。今日は休眠会社整理の通知が来た株式会社の皆さんへというテーマでお届けいたしました。最後にクイズです。
昨年2019年の休眠会社整理でみなし解散された株式会社は何社でしょうか。次の3つからお選びください。1番約320社、2番約3200社、3番約3万2000社。答えはエンディングの後。鈴名司法書士行政書士事務所では相続登記、遺言、家族信託、会社設立、建設業許可など暮らしやビジネスに関わるご相談を受けたまわっています。ズーム出張への相談も可能。詳しくはホームページをご覧ください。はい、正解は3番、約3万2000社です。皆さんは今年のこの1社にならないようにお願いします。